学ぶ側の能動的参加を取り入れた学習法は学生の成長に大きな効果を持つとして近年アクティブラーニングとして注目されています。教員のための大学として開学した兵庫教育大学、この教室では本学の吉水博也教授によって実践的な学習指導が行われています。兵庫教育大学では在籍する大学院生の半数以上が実際に教壇に立つ現職の教員です。もちろん教職経験がない大学院生も同じ教室で学習しており、異なる世代、価値観、観点からさまざまな知見や経験を共有する学習環境が備わっています。現職の教員である大学院生は自身の教員経験を理論を通して見つめ直す場として、そして教職経験のない大学院生は経験豊富な先輩教員との学びの交流を通じてそれぞれの意識を高め合い新しい知を作り出しているのです。吉水先生が担当する教科カリキュラム開発、単元開発、指導法開発およびその評価は15回にわたって授業が行われます。その中で大学院生は多角的な観点から体験し実践しながら学ぶというプロセスを経て授業へ能動的に参加していきます。討論を指導する授業では実際にディベートを学生が体験し、ディベートの4条件に基づいて肯定側、否定側に分かれて討論を進めます。ルールや質疑の技術、論証に対する意見、すなわち反駁の技術などを学び、一つの課題に対する幅広い思考をある一定のルールにのっとって展開していく指導法に昇華させるのです。討論の指導法と、この授業は討論と演習を中心に構成され、実践を通して学習することに重点が置かれています。文献のみから学び取る理論ではなく、実践を通してより噛み砕いた形で学ぶ理論であることが特徴です。一つ目の資料を読んだときに、いろいろこう文章にですね、こう脚色されているところがあって、その脚色されているところを一つ一つ事実としてこう置き換えていくということ、それによっての自分の思考がある程度こう停止していたんじゃないかなということがこう実感できるんじゃないかなと思うんですね。でそういうふうに一つ一つの資料をもう事実と、してですね、こう捉え直していく、そういう姿勢を身につけていってもらいたいというふうに思っています。1月7日夜、山形県講義の日程も後半に差し掛かりました。この日は池田久美子氏の討論事業実践の追試による反論にフォーカスした講義が行われました。社会的事象を多面的に捉え公正に判断する力を育てるための授業です。ここでは実際にあった寄宿舎火災を題材に新聞の当初記事をもとにそこに潜む事実を丁寧に紐解いていくと違う観点が現れるという過程を体験します。中に入っていた一人の中年教師は引き下がりはしなかった。そして同夜8時10分に焼け跡から焼死体で発見されたという。渡辺先生は変地教育に情熱を注ぎ1月13日からの教育研究集会でもレポートを発表する予定だったそうだ。口先で指導したり解説を唱えることはいともたやすいことだ。しかしそれが真の教育であったろうか。児童生徒の指導の任にあたる私たち教師は小手先や見せかけのきれい事ではなく真の教育の姿や責任のあり方などについて心を静めて考えなければなるまい。そして責任を身をもって教えてくれた渡辺先生のご冥福を祈ってやまない。渡辺先生がその自
自分の命を落としてまでそれをしなければならないことだったのかなというふうに思いました。渡辺先生の行動は、まあ、尊いものなんじゃないかなと思いますが、うん、この行動が良かったかどうかっていうのはちょっと疑問が残るかなと思います。この行動がね、はい、あの火を消しに行ったですね、うん、責任を身をもって教えてくれたとおっしゃっていますが、その点については本当にちょっとどうなのか考えないといけないかと思います、うん、じゃあですね、今なんか渡辺先生こんなんでええのかっていうようなことでね、渡辺先生に対する批判めいたことがこう出てきてたんですけども、この投稿された方に対する、反駁をしてほしいんです。猛火の中に入っていた行為について責任を身をもって教えてくれたと主張されています。しかしこの行為を肯定的に捉える正しい行為として良いのか疑問です。この渡辺先生の姿を見た生徒たちの中にも、このような行為をすることが正しいと信じ込み命を落としてしまう第二第三の犠牲者が生み出されるのではないのかと感じました。スッと読むと、何も考えずにね、スッと読むと、なんか、あ、渡辺先生ってとってもこう尊いね、ことをされたんだな、まあ、それは否定できないと思うんですけれどもね、なんかあのそこまでやる必要があったんだろうかとか、それをこの方、佐藤さんという方がこんなふうにこう書いているということについて、なんかこうだんだん疑問に思えてきましたよね。この文中のデータ、情報っていうのは信用できるものなのかどうかということですよね。で、これをもうちょっと冷たい目で見てみましょうか。消火器を抱きかかえて猛火の中に入っていった一人の中年教師は引き下がりはしなかったというこの一文です。この一文を事実報告として淡々とね、事実報告ができるように書き換えていただけませんか。消火器を取って出火している寄宿舎に 入っていった一人の中年教師は戻ってこなかった。消火器を持って、うん、でその次は猛火は火の中に入っていった。これはいいですか。入っていった一人の中年教師、渡辺先生、戻ってこなかったということですね。あのこの一文は、まあ、典型的だと思うんですけども、かなり、ね、こうビジュアルになるように言葉が使われてますよね。それをこう淡々と書き換えて事実報告にすると、今のような消火器を持って火の中に入っていった一人の教師は、まあ、焼け死んだとか戻ってこなかったとかっていうような表現になるだろうということですね。もしかするとこういう脚色によって自分たちはこういうふうに思い込まされているんじゃないだろうか、書き手が何を伝えたいんだろうか、それは現実以上のことを伝えようとしているのではないか、こう現実以上のものがこう伝わっているんじゃないだろうかっていうことについて、批判的に読むということが必要ですよね。最初は皆さん、渡辺先生ここまでやる必要があったんか、それはそこまでやったからもう命を落としてしまったということになるんじゃないっていうような話と、それをなんかこんなふうに違うことと結びつけて書くっていうのは、これも非常に飛躍があるんじゃないとかっていうような話が出てきたりしてましたよね。初期消火の段階を超えていたというようなデータはこの中にありますか。猛火の中。ああ、猛火の中。煙がいっぱいで何も見えない、そうですよね。こういう4つがあるとすると、これは優先順位はどうなりますか。一番最初にやらないといけないことはどれですか。一番ですね。生徒の避難誘導、ね、まず生徒の命を守るということですよね。これが1番、はい、その次は2番、消防署へ速やかに通報するということですね。当然1、2が先に来ますよね、まあ、1が一番最初に来ますよね。で、渡辺先生はどこまでをやらないといけないんですかね。1、2、3、4、1、2まで。で、この場合に渡辺先生はどこまでされたのかということですよね。これは4もされたわけですよね、うん、それがまあ限度を超えてたんじゃないだろうか、ね、書かれていない事実ということで、火災の原因って何だったんでしょうね。ストーブですよね、まあ、これ寄宿舎ですからね、ストーブです。それからストーブの扱いについての日頃の指導は、
こうなんです。食事等で部屋を離れるときには火力を最小にするように指示していた。防火設備はどの程度だったかということですね。小型の消火器が3本あったとということです。だからまあ防火栓なし、ね、町の防火体制はというと、冬場は出稼ぎの流出で 50% ぐらいもういないんですよね、人がね。で、一つ目の資料を読んだときに、もしかするとこの資料を読んで、この資料に書いてある話の責任が誰か一人にあるんじゃないかというようなことを、多くの人が思うんですけれども、でそれを一つ一つこう分析していって、その分析していく中で、もしかするとこの人が悪いんじゃないかとかっていうようなことを思うんですね。でそれが2つ目の資料を見たときに、今までの考えではうまくこの問題が処理できないということを実感してもらうという、それを直接体験してもらうということを一つの狙いにしています。でそれを今日の授業の中の言葉で言うと、高度の増殖というようなこと、と捉えているんですけれども、その高度の増殖というのを実体験してもらうと、そのあたりにその、学生さんたちがですね、直接こう、自ら関わっていくというようなところが出ているんじゃないかなというふうに思っています。1972年1月25日付の同じく朝日新聞のこれ当初なんですね。引き続いて、全く違う観点からの当初を見て、同じように感想、事実の洗い出しが行われます。中学校社官48歳、こうした過程で、この方の事実を解釈する一つの規則、すなわち高度がさまざまな解釈を生み出していく状態を実際に体験し学びます。身をもって責任を教えた教師の佐藤氏は、重大な見落としをしておられる。現在は学校統合ブームで各地に義務教育学校の寄宿舎が増えているが、これは法の裏付けのない無法施設である。そして大部分が劣悪な施設であり、今回の渡辺教諭の死はこうした行政の怠慢のもとに起きた悲惨な死なのである。本来火事の原因になった家庭用石油ストーブはあくまで家庭用のもので、寄宿舎などに使わせるべきものではない。まして13歳から15歳という少年たちの集団生活では法で禁止すべき危険な器具である。国、県、庁は万全の設備と施策を考えなければならない。にもかかわらず、安上がりの運営で安易に家庭用石油ストーブを持ち込んだ行政の怠慢が死を招いたのである。同教諭の死を美化することですり替えられてはならない。この際、国、自治体は深刻に反省し、渡辺教諭のご遺族に手厚い補償を行うとともに、全国の寄宿舎の総点検をすべきである。佐藤さんの場合だと、その責任は身をもって果たした、教師、美化されている教師なんだけど、高橋さんの捉え方にすると、この行政の犠牲になったちょっとかわいそうな教師という、捉え方が全く違ってくるので、その渡辺さんのご遺族にしたら一体どういうふうに思うのかなっていうふうに思いました。この方は、この行政の怠慢のもとに起きた悲惨な死なんだということですから、何も悪いことしたということではなくて犠牲者なんだという、そういう捉えですよね。身を投げ出して消火活動にあたり殉死した行為を称えて、教育功労者として県の教育委員会が渡辺先生を表彰します。県教委が渡辺先生を表彰したことを皆さんはどう思いますか？責任逃れのような印象を受けました。表彰したことで自分たちの責任を回避しようというような、そういうところも見て取れるかもしれませんよね。一つの文章を読んで、すっと自分の中に直感的に落とし込んでいくと、もしかすると良くないことが起こる、または読み違えている、ミスリードしてしまうということが起こってしまいそうだなということは、今日皆さん実感していただけましたか。事実から解釈へということなんですけども、1月7日の山形県真室川町、山形県を想像しましょう。豪雪地帯ですよ。過疎も進んでいる、出稼ぎの人がたくさん出て 50% ぐらい男の人いないっていうね、出稼ぎの人たちももしかすると今度は、お正月が終わってまた、東京へ出て行ったかもしれない、生徒数は少なくなってるし、学校は統合
寄宿舎の投資効果が少ないな、老朽化してこう建て替えるというのはなかなか難しい。同じくその1月7日ですから正月休み明けぐらいで気が緩んでいる、当然厳冬期でストーブを使っているし消防力は低下しているし耐火の恐れがある、積雪があるんだという、こういう状況なんですよね。そんなところでこの事件が起こったということです。この事業の中では討論における高度の増殖ということで、周囲の状況に関する選択によって高度が分岐してより精緻で複雑な形態も強いになっていくということが実感できれば事業としてこれはいいんだろうということなんですけども、事業はもともとがこういうような思考であったとしても終わったときにこんなふうに増えていれば事業としては一定の意味があったのかなということになるんじゃないかなというふうに思います。有意義な討論と不毛な討論と峻別するね、それを判断する基準みたいなものは一体何だろうかということです。職場でやっていて何か不毛だなと思うのは、その結局ここにも取り上げられてるんですが、事実をきちんと確認しないで語られていることとか根拠がないこととかがこう広がった時は、ちょっと何かこの話は意味があるのかなって思う時があります。はい、いくつかの対立する意見が出た時にお互いがお互いをこう納得できないまま終わってしまうというか、こう結局考えが初めと変わっていないというような感じなのは不毛だなと感じることがありますけれども、自分が最初、これも高度の増殖と同じかもしれませんけども、自分が最初思っていたのがこう視野が広がるとか、その項目が 見ていく視点が広がるとかいうのは有意義かなというふうには思います。今日体験していただこうとしたのは高度の増殖が起こっているということを、実体験していただこうということだったんですね。このように資料を読み解き、事実の整理から生まれる高度の増殖を意図的に感じられる訓練を行うことが、教育へ真摯に向き合う参加学生が実際の教育現場で授業を作る際のヒントとなるのです。私の授業の基本的な考え方っていうのは、あんまり難しいことをやるのではなくて、当たり前に教育現場で行われているようなことの中で分かっているつもりだけれども実は分かっていなかったことみたいなものが、結構あるんじゃないかと思ってるんですね。で今回の、一つ一つ文章を吟味していって、事実に置き換えていくというようなこういう活動も、その一つだろうというふうに思っているんです。で、そういう活動を地道に一つ一つですね、丁寧に、教育現場に戻って、現職の院生さんもたくさんいますので教育現場で実践してもらうということ、そういうことをやってもらえれば非常にありがたいと思っていますし、ストレートの院生さんですね、学部を出てすぐに入ってこられた院生さんもいる、その人たちは教育現場の経験がないんですけれども、実際に教育現場に出た時にですね、今日のような一つ一つこう丁寧にやっていくっていうような姿勢を実践のところでこう発揮してくれるといいかなというふうに思っています。教員の資質能力の向上を目指す本学にとって、教育における理論と実践の架け橋は大学における教育環境の改善につながるとても重要なものです。そこには学校現場での実践と結びついた理論と多様な参加学生による新たな知を創出する学びの環境があります。兵庫教育大学は引き続き教員のための大学として理論と実践の融合に向けた研究を推し進めながら、日々の授業の工夫改善を図り、学生のアクティブな学びを展開してまいります。